にちは、なおいです。こんにちは、今日も触ってくれたままプレイしていきたいと思います。とうとう30回目終わりのない旅を続けておりますが、はいはいはい、皆さんどんな旅をお過ごしですか？おうまいこと言えないですね。え、今日は何やりますか？今日は新しいレシピを交換したいと思います。あ、なるほど、はい。どんなレシピが出てるんですか？どんなと言いますと、こんなです。また金の卵を大量に使うやつ。21個あね、行こう。これ行きましょう。多そうじゃない？ちょっとそうなんですよね、うん、ちょっとじゃあ、はい、よしよし、交換レシピね。フライパンの5時間レシピが追加されました。おー、じゃあどんなのがいるか見てみましょう。3分の0。あ、3分か。あんまねえな、最近やっぱり。うっ、あれ、あ、なにこれ、なにこれ。まずこれからいきましょうか。おう、ガレット。うん、ガレットね、おしゃれな食べ物ですね。おしゃれだね。おしゃれな外国人の名前みたいだもんね、ガレットね。マーガレットのことですか、それ。難しさ星4。はい、まあ使う GP はそんなに高くありませんね、うん、戻って、これ、いやいや、これなんだこれ。じゃん、読みますか、大江さん。え、鳥獣ギガって読むのこれ。ウサギ、カエル、サルなどが擬人化されて描かれたもの。日本最古の漫画。うん、鳥獣ギガ、難しさ星5。おう、むずむず。あ、でも GP はそんな使わない。そうですね、まあまあぐらい。はい、うん、これなんか卵ポン引いた時に出てきたんですよ。でレシピ探したけどどこにもないから作れないじゃんと思ってたらここにありました。あー、なるほど。新しい、なんか、え、結構最近撮った？ちょっと前ですね。なんで、僕はちょっとすごい疑問なんだけど、はい、グデタマと鳥獣ギガ関係あんのっていう。いや、だから卵を擬人化したからですよ。あ、そういうことか。そうそうそう、多分手足つけたから。あー、なるほど、そうか、鳥獣人物ギガってことになるとね、卵は手と足が生えて喋る。もうグデタマ自体が鳥獣ギガだってことだ。そうそうそう、漫画だよっていう、卵の漫画だから、昔でいうところの。なるほど、なるほど。上野のどっかの美術館で、うん、その鳥獣ギガのて、なんていうか、美術展やってた時すごい人並んでましたよ。あ、そう。そのぐらい人気らしいです、これ。こういうなんか、なんか、まあ知ってる人もいらっしゃるとか、ね、いると思います、こういったもの。白いな、だけど、サーモマヨの卵ポンで撮ったんですよ。あ、ほんとだ、入手って書いてる。はい、新しいレシピって話でちょっと思い出したんですけど、うん、実はカラマリ TV ツイッターもやってるんですが、はいはいはい、そこで、うん、あの、大江さんの、大江さんこんなん撮りましたよっていうのをもらったんですよ、ツイッターのなんか、うん、メッセージで、うん、それで X ラットが出てきました。お、もう本当に最初の頃ですよね。最初に絡まり始めた頃にちょっと X ラットが当時流行りそうだったんだね、日本でね。そう、あのアメリカのね、朝食メニューで新しく流行ってるんで、ね、パンケーキの次に来るって言われてたんですよ。で、僕はさ、本当に食べたくなって X ラット食べにアメリカのね、あの LA まで行ってきたっていう動画があったんですよね。そうなんですよ、うん、でも全然それ誰も見てくれないっていうか、全然人気出ないんです。人気が出ない。一番頑張ったのに一番ダメだった。そう、あ、撮ってないです、まだ撮ってない。ナンバー178のレシピですね、うん、これ、うん、ツイッターの方も頑張ってやっていると。頑張ってやってないけど、なんか頑張ってないのね。あんまりね、開かないんですけど。開けよ。連絡事項は大体そこで書かれる可能性もある。大江さんとかね、菊池プロに、あの、次の日予定があって朝早く集まらなきゃいけないって時も、私はそこに連絡。なんでやねん、なんでツイッターで連絡されなあかんねん。寝れませんって。あ、寝れません、書いてましたね。はい、というわけで今日も触ってくれたプレイしていきました。皆さんは今レベル何でしょうか？コメントもどしどしお待ちしております。それでは皆様、さようなら。なんかすごい乾く、喉がすごい、喉が乾くんですよ。喉乾く、これ花粉症ですかね。昨日辛いもん食べ過ぎた。あー、よくわかりますね。あー、バレたー。何食べたの、あなた昨日。なんかね、豚を、うん、辛い味噌で炒めたものをご飯の上にのっけた。それが結構濃かったんだ。濃かったですね。それだよ、絶対 100%。だからこんな喉乾くんですか？当たり前。気づかなかった。てか昨日の夜の時点で乾いてるだろ普通。昨日の夜は
は全然乾いてなかった。最近思ったんですけど、なんか本当に何でも吸収してんじゃないかと、空気でも太るんじゃないかと思うぐらい、なんか自分の体が怖いです。勘違いです。勘違いです。いや本当に本当になんか、いや勘違いです。なんかここの肩から全部吸収してんじゃないかなって。だとしたら、おそらく人間ではないです。ちょっとずつ何回かに分けて食べるのが一番いいって聞いたことあるけどね。一日中食べてなきゃいけないじゃないですか。そんな食べないよ、ロシア人じゃないんだから。一日中食べること考えてないといけないじゃないですか。まあまあちょっとね、お腹めちゃめちゃいっぱいにはならない。最近思ったんですけど、何食べるか考えるのめんどくさいんですよ。ああ、とうとうそこに至りましたか。めんどくさい、苦痛だよね、それは。それなんかね、同じもん食べてたいみたいな感じ。同じもん食べなさいよ、じゃあ。食べてないよ、同じもん。気をつけてます。同じものを食べるのは、なんか、よくない。デブの始まりらしいんで。さあ終わり。これでいいんですか。はい、うちです。これ何ですか。鳥獣戯画。難しい。